こんにちは、皆さんお元気ですか。龍之介と申します。今回は気軽に似顔絵を描いてみようということで動画を作ってみました。これを見ればあなたも必ず描けますよ。家族や友人の似顔絵を描いてプレゼントしてみてはどうでしょうか。それでは早速始めましょう。画用紙の方 A4 サイズです。画用紙の上にカーボン紙、その上に A4 サイズにコピーした写真を貼り付けます。あとはボールペンなどで写真をなぞります。写真とずれないように頑張って描きましょう。青とか赤のボールペンの方が描き残しが分かりやすいと思います。皆さんは似顔絵描いたことありますか？なかなか似せるの難しいですよね。絵を描くの上手い人でもなかなか大変だと思います。目、鼻、口の大きさや形やバランス、顔の輪郭、眉の形などちょっとしたズレで印象って違ってきますよね。誰かにプレゼントするためのものなら少しでも似せたいですよね。写真とにらめっこして一生懸命描くのがベストですが、絵が得意でない方や時間があまりない方でもこの方法ならどなたでも最短で正確に描けるんじゃないでしょうか。ぜひ一度試してみてくださいね。それでは描き上がりまで飛ばします。そろそろ描き上がりになります。テープを剥がす前によく見て描き忘れチェックをしましょう。どうでしょう、写真とは違う雰囲気ですよね。フォルムもいいですね。これで下書きで苦労することはないと思いますよ。あとは色鉛筆とかペンとか絵の具、好きなもので色付けをしましょう。今回は水彩絵の具で着色します。あまりうまくないんですが頑張って塗ります。それでは塗っていきましょう。ちなみに写真の女性なんですが、残念ながら知り合いではありません。著作権フリーの人物で探した台湾の女性です。ご協力ありがとうございます。今は何でも携帯で探せば見つかりますよね。本当につくづく便利な世の中だと思います。ありがたいです。それで、水彩の塗り方なんですが、まずベースの明るい色を全体に薄く塗っていきます。あとは影になった濃い色を重ねていくだけです。どうですか、超簡単ですよね。最初はうまくいかなくてもとりあえず描いてみるっていうのが大事だと思います。そういう私もまだ全然うまく描けませんけどね。もっと勉強して少しでもうまくなりたいなとは思っています。それではしばらく凡人の水彩画をご覧ください。Thank you.
それでは完成しました。いかがでしょうか。皆さんもぜひ家族や友人の似顔絵を描いてプレゼントしてみてくださいね。きっと喜んでもらえますよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。